原枝恵子さん怪死事件っていうね、本当にあった事件を舞台にしたホラーゲームとなっております。皆さんくれぐれも呪われないように注意してください。 Hey guys! Boo! のび始めぽよー。原枝恵子さん怪死事件。ということで今回は原枝恵子さん怪死事件という本当にあった事件を舞台にしたホラーゲームやっていきたいと思います。いや、リアルであった事件をホラーゲームにするあたり、これで、ね、制作者さんが一番サイコパスです。はい、まあ、そんなことはね知らないんで、ゆきだちゃんね、今回はこのね、まあ、多分めちゃめちゃ怖いと思われるこのね原枝恵子さん怪死事件をプレイしていきたいと思います。呪われるかもしれないので、ね、皆さん自己責任でご視聴ください。それではやっていきましょう。これから見ていただく映像は、原枝恵子さん怪死事件の遺族宛に届いた送り主不明のビデオテープに収録されたものです。この事件はすでに事件性なしとして警察の捜査が打ち切られたものになります。なるほど。しかし、ご遺族は警察の捜査結果に納得しておらず、少しでもいいから事件の手がかりが得られないかと、このビデオを公開することを決断しました。ビデオを見ていただく前に、原枝恵子さん怪死事件の概要を説明します。うわ、怖いね、ちょっと。これマジでリアルだった話らしいです。1999年9月12日、午後8時に原枝恵子さんが自室内で倒れ、遺体となっているところを発見された事件。第一発見者はアパートの大家。当日早朝にガラスが割れる音を聞いたという電話や相談がアパートの住人から多く寄せられたため、建物の外観を目視したところ、恵子さんの部屋の窓ガラスが大きく割れていることを確認した。不審に感じた大家は恵子さんの部屋のインターフォンを押した。しかし、反応は得られなかったという。日が暮れた後でもう一度見回りに行ったところ、割れたガラスはそのままであった。インターフォンにも反応が得られず、電話にも応じなかったため、恵子さんの緊急連絡先である母親の正恵さんに電話でその旨を伝えた。恵子さんは正恵さんからの電話にも応じることはなかった。大家は正恵さんから依頼を受け、合鍵を用いて恵子さんの部屋のドアを開けた。部屋は電気がついておらず、真っ暗だったという。大家は持参した懐中電灯を点灯したところ、キッチンと居間の間、恵子さんと見られる女性が倒れているのを発見した。大家は警察に通報。駆けつけた警察官により、女性は恵子さん本人であり、すでに死亡していることが明らかとなった。次の写真は捜査官が撮影した実際の写真！実際の写真マジ！いや、怖いって。実際の写真。警察は捜査を開始。遺体に目立った外傷がないこと、病院への通院歴などから精神疾患の傾向が見られたことを発見した。捜査の結果、恵子さんの死因をストレス性心筋症による不審善、死亡時刻は同日早朝と特定、精神疾患が原因で錯乱状態に陥った可能性が高いと発表し、事件性はないと断定した。ほう。しかし現場には多くの不審な点も存在しており、遺族は本当に事件性がなかったのかを疑問視している。不審な点1、窓が外側から割られていることが判明している。そして SOS サインを出している。あ、ネタにしちゃいけないな。警察は錯乱状態に陥った恵子さんが自ら窓を割ったと結論付けている。しかし、わざわざベランダに出てから窓を割り再度室内に戻るだろうか。いや、間違いない。窓以外に室内が乱れている様子も見られず、窓ガラスはガラス製であったが、前述した通り、恵子さんの体に目立った外傷はなかった。確かにね。確かに不可解だね、ここは。不審な点に、恵子さんや家族に不審な電話が届いている。そして暗闇の中でタコを食べている。あ、これネタにしちゃいけないね、天使。事件前日の深夜から事件当日の早朝にかけて、恵子さんの部屋の固定電話に大量の着信履歴が残されている。一般的に電話の少ない時間帯にもかかわらず、恵子さんの普段の着信の頻度と比べても際立って多かった。通話履歴によると恵子さんはこのうちのいくつかに応答しているという。また事件当日、被害者の母親である正恵さん宅に恵子さんの同僚を名乗る佐賀の町へという女性から恵子さんが仕事を無連絡で欠席していたという電話が入る。正恵さんが恵子さんに電話で確認したところ、いつも通り仕事中であったという。なお、恵子さんの職場に、佐賀の町へという人物は存在しない。やばくね。不審な点3、タコの次に寿司を食っている。
足すなのか、そんなこと言うんじゃなかった。恵子さんは生前知らない人につけられているという、もう胸の話を、家族にすることがあったという、誰かにつけられているね。近隣の防犯カメラには事件当日の夜、自宅マンションに向かう恵子さんの姿が記録されている。はいはい。映像では恵子さんが後ろを気にする様子が確認できるが、防犯カメラに不審な人物は見られなかった。前述した通り、恵子さんは精神疾患の傾向がありと診断されており、被害妄想であった可能性も否定できない。まあ確かにそうだね。不審な点4。事件発生から約1年後に届いた詳細不明のビデオテープ、そして意味深なインスタグラムのストーリー。この事件の最大の謎である。ビデオテープ届くのやばいな。事件発生の翌年の12月、恵子さんの母親である正江さんが自宅ポストに A4 サイズの茶封筒が投稿されているのを発見。開封したところ、一回り小ぶりの封筒が入っており、その中には長方形の物体が入っていることが外から見て取れた。いや、その情報いらんわ。ビデオテープって言ってたよ、今さっき。小ぶりの封筒に当たった一言、お母さんと書かれていた。あ、じゃあ、お母さん不気味に感じた正江さんはすぐに封筒を警察に届けた。担当した警察官から中身はビデオテープであり、恵子さんの事件の手がかりの可能性がある映像が映っていたことが知られる。正江さんは同日警察官の立ち会いの下でその映像を視聴した。これから見ていただくのはビデオテープに収録された映像である。マジ？多分こっからゲームがスタートするんでしょう。さあ、ここからゲームスタートですね。正江さんかな、多分主人公の私は。精神疾患の正江さんが主人公のゲームですね、これ多分。何をすればいいの？お、電話かかってきてる。怖いな、シンプルに。私久しぶりにこれ怖いかも。さあ、やっとやってまいりました。リベンジャーズとなっておりますと。さっきはね、なんかもう全くもって進展してね、多分バグってんじゃねえかと思ってね、やり直したんですけれども。今回はしっかりバグがないようにやっていきましょう。お、来た。お電話が来ました。やっと来た。嬉しい。あれ、やんだ。ネタバレ見に、いや、ネタバレ見たね。お、来た。電話来た、電話来た。電話来た。2回目の電話来た。いや、嬉しいわ。マジで神。よく来てくれたよ、若い海兵。視点だよね、多分。
の視点で合ってる。ナンバー8、48、犯人視点だよねこれ多分。主人公のお家に行く視点なのかな。近づいてるのかな。これが本当にあった話なのらしいよ。こっち側行ってみていい？あ、入れないわ。まあ、完全にこのアパートだもんね、多分。え、また変わった。犯人がだんだん近づいてきてるってこと？ピンポンもっかい鳴る？なるわけないでしょ、さっき鳴ったのに。ここら辺から見えないのかな？本当に来るやん。え、このピンポンはさすがにやばくない？もうかなり近づいてきてるよ。お願いだからお隣さんのお裾分けであって。な、気まぐれクックさんとかじゃないの？今回のお裾分け。え、なんか書いてある。なんか、あ、なれ？真っ暗になったよ。おお！え？誰か見てたよね？めちゃめちゃ綺麗な瞳だったんだけど、私一瞬五条悟が来たのかと思ったもん。え、もう一回見せてよ、あの綺麗な瞳。見せてくれないの？いや、悲しい。ここから窓ガラスが割れると、部屋、え？また、え、待って、もうせっかく好きな子から電話かかってきたのに、せっかく好きな子から電話かかってきたのに出させるよマジで。さあ犯人視点ですねこれ多分。いやでもさっき目ん玉映ってたもんね。目ん玉ガンゴリ映ってたけど、やばい、4つ道分かれてる。え、これワンチャンアパートの中行くんじゃない？これアパートの中行くのかな。ケリ姫スイーツじゃねえよ。え、何？305号室。305号室に行けってこと。私雪ドラの後ろにいる。可愛い子なら全然嬉しいけどな。私はこれ305号室に行くの。あ、これお母さんの視点なの。お母さんの視点だったらさ、早く行ってあげた方がよくない？でも犯人と鉢合わせチャンネルするのか。でも犯人ベランダから入ってくるんじゃないの多分。ガラスが割れてるとかどうとか言ってたから。301 302 303。さあこっから何が来ますかね皆さん。304。さあどうするこっから。305来ました。え、もう目の前にいるよ多分だけど。え、絶対に目の前にいるよねこれ。え、ちょ、見てみていいですか？いない。いないですね。01201079219、白本クリニックじゃねえか、それ。白本クリニックからはいらねえよ。もう、電話来てよ、早く。マジで電話来て。え？なんで暗くなったの？なんでここ明るいの？懐中電灯。え、なんで暗くなったの？マジで。汗やだ、汗やだ、汗やだったら汗やだ。どういうこと？はい、電話来いよマジで。あ、やばくね？そういえばさ、そういえばみんな襲われた時電気が切れてたって言ってたよ確か。これ来るよ多分。だってさ、事件当日さ、なんか暗いって言おうたやん。事件当日はなんか電気も全て消されていたみたいな。え、でもさ、窓ガラスがまだ割られてないんだよ。だから窓ガラスが割られないと多分何も起こらないと思うんだけど、どうなんだろう。なんか来る？電話？え、これそろそろ来るんじゃない？あ、切れた。え、切れてない。おー、すごい砂嵐。ハローはナイスミーチュー。メランチョンチョンメラン。これが
本当に実際のビデオだったらめちゃめちゃ怖くない？うわ、ノイズキャンセリング機能欲しい。私がつけてるイヤホン、ノイズキャンセリングイヤホンないんだよな。お、消えた。これの、これもう一回見てみる？いや、ワンちゃんもう目の前にいる説あるぞ、これ。いないか。ってなったらどういうことこれ、マジで。ハッピーチャムちゃんお願いします。いや、ちょっと待ってよ。まだ何かね、窓ガラスが割れてないんで、まだ犯人は来ないと思うんですよね、私。窓ガラス系じゃないの？多分ここ割れるぞ。割れたら、どっかから入ってくると思うんだよね。電気つけれる。あ、確かに。電気つけれるかな？消えてるわ。停電だ、多分これ。停電？ここら辺に隠れてたらさすがに消え、窓ガラス割れたくね、今。やばい。窓ガラス割れたよ、完全に今。覚悟はいいか？あれはできてる！行くぞみんな！これは絶対来るぞ犯人！来るでこれ。うわぁ！聞いた。逃走中のハンターみたいなやつが来たんだけど。おぉ ビデオをご視聴いただきありがとうございました。まず第一に、皆様にビデオを見せたことを謝罪しなければなりません。本当に申し訳ございませんでした。はい。このビデオの真相についてお伝えします。まあ、浅井さんがビデオを警察署に届けた日、警察や恵子さんの遺族を含めて、合計8人がビデオの映像を視聴しました。なるほどね。異変はその翌年に発生しました。はいはいはい。翌年の9月12日、ビデオを見た警察官の一人が原因不明の死を遂げました。わーおーマイガーシュ。その翌年の9月12日、一人、さらに翌年にもう一人と、原因不明の死が連続発生！キャー !9 月12日に彼らは皆、詳細不明のビデオテープの映像を見ていました。私たちは一つの仮説を立てました。ビデオを見た人の中で、一人が9月12日に死亡するのではないか、と。皆様に見ていただいたのは、このような背景を持つ映像だったのです。何してんねん、マジで！先に説明せんかい！ここまで知った皆様の中には、私が見たのは映像ではなくゲーム画面だ。ゲームとして操作できたなら、ビデオの映像ではないだろう、と考えている人もいるでしょう。結論からお伝えしますと、我々はビデオを見た人を増やすために、ゲームを媒体として利用したんですよ。ビデオを見た人の中で、一人が死亡するのならば、ビデオを視聴した。今見てる750人これ、今ライブ見てる人と、動画見てる人、みんな呪われたら、確率は下がるだろうと。そこで我々はゲームに着目しました。ゲームは不特定多数の人の興味を引き、画面を注視するように仕向けることができるためです。まず私たちは本来のビデオテープの映像を人の目では認識できないほどの短い映像に分割しました。そして細かく分割されたビデオの映像を継続的にこのゲームの画面上に表示するようプログラム。なんかさ、チカチカしてたよね、確かに。つまり、このゲームの画面を見た方は、気づかぬうちに本物のビデオをすべて見てしまっているのです。あらあらあら。このようなこと、このようなことに皆さんのことを巻き込んでしまい申し訳なく思っています。ビデオを見てしまった私たちが唯一できることは、ビデオを視聴した人をできるだけ増やすことだけです。なるほどね。ビデオを見た人の母数が増えれば、あなたがその一人になる確率は下がります。できるだけ多くの人がこのビデオを見るように仕向けるため、このゲームの内容を公開することは避けて拡大してください。拡散して。このゲームの実況動画を投稿するのも、ビデオを見た人を増やすのに適しているでしょう。ごめんみんな！知らなかった私！マジで知らなかった！ごめんみんな！
でした。あなたが9月12日無事に過ごせることを祈り願います。ごめんみんな、一緒に生きようぜ俺と。原枝恵子さん開始事件。はい、ということで今回原枝恵子さん開始事件やってみたんですけど、ざまみろお前ね、俺のせいで呪われるかもしれないね。9月12日一緒に過ごせるように頑張ろうな。お前たち悔いの残らないように人生を過ごそう。もしかしたら9月12日死ぬかもしれないと思って、毎日一日一日をしっかり、もう悔いなく生きていこうな、お前たち。ということで今回原田恵子さん開始式やってきたんですけど、まぁ、ちょっとバグがあったりね、不具合あったんで、ちょっとゴミゲーかなと思ったんですけど、しっかり最後は怖がらしてくるタイプ、そういうところ大好きです。はい、これは神ゲーポイントブルーテン121! イエーイ！ということでね、まぁ、クソゲーだったんですけど、もしね、ゆきなちゃんにやってほしいホラーゲーム等々あれば、インスタツイッターの DM で教えてくれると嬉しいです。世界次元のゆきなちゃんの原田恵子さん事件でお会いいたしましたわーい。最後まで見てくれてありがとう、マドモアゼル。Twitter、Instagram もフォローよろしくな。最後に言いたいことがあるんだ。聞いてくれ。君の瞳に。Hey guys!